はい、言論連は山口伸幸さん。今日は3本目になります。よろしくお願いいたします。お願いします。いやもうチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますね。こうやってあのどん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 いい人をあの僕がこの人はって見込んだ人をゲストに選んでですねこの番組には出ていただいておりますんで恐縮です。ありがとうございます本当に。でね山口さんといえばですね今こうもう僕はちょっと今逆びっくりしたんですけどもまあ、海外のことこんなに詳しいんだと僕は一番専門なのは国内政治だと思ってたんですけど。 全然違うんですね僕記者のスタートロンドン支局ですからあらそうなんですか本来はロシアとか中東とかアフリカの勉強から始めたんですか、うん、ああそれが何か国内の驚々しい政治の中に入っちゃってまあ両方驚どろおどろしいんですけどね <laughs> <laughs> いやいや今ね岸田政権のことなんですけどねやっぱ岸田総理ってやっぱりいい人なんでしょうけどもこういう世界が危機になってる時に何かすっいんかす 頼りないように見えてるんですが、山口さんはどうですか。どういうところが頼りなく見えます見えます？いやいやだからあの当然あの LNG がロシアから入っていかない、はい、もう僕はエネルギー安全保障ってのは一生懸命まあやってるところなんでどうしてもそこを見ちゃうんですけども。 LNG が入ってこなくなる原油も高くなるようそしたらトリガー条項で安くしましょうとかですねそれからもう一つは LNG が入ってこれなくて、えー、電力料金が上がるかもしれないから原子力発電所の再稼働をもっと早めますとかいう,、うん、いう具体的なあれが出ればいいのに、うん、節電をとか言うじゃないですか。節電はびびっっっっっくくりりりしししままたねこ、ね、<laughs> このの前前ですよほんのちょっと前にやっぱり地震が起こって でやっぱり630万キロワットあの電力が不足するんですねそれで東電の方の安全システムがちゃんと働いて、うん、電気が供給いろんなとこから他の電力会社が融通されて東京の電力を持ったんですけどもこれものすごくヤバくないですかでその時にやっぱ岸田総理はきちっとやっぱり指導力を発揮して 何あいあの,あのなんてい,うのいろんな、まあ、もう動く動く寸前まで来てるところ原子力発電所いくつかあるんでこれを動かそうよとやるだけで全然違ってくると思うんですよねそれをねしないそれからあの憲法9条ですねそれから非核三原則の中であったじゃないですか、うん、持,持たず作らず持ち込ませずと。 でこれ廃止してね持ち込ませずぐらい謝りいにしとけようと得意だろうと思うんだけどそれは広島県出身の人間としては絶対できませんみたいなことを言うじゃないですかおいおいこいつ大丈夫かって思うのが僕は一般の人の見方じゃないかと思うんですけどもあのおっしゃる通りです <laughs> そうですかもうね異論ゼロ異論ゼロ <laughs> ただねあの私みたいな政治のプロっていうかな記者として言うと 日本の総理大臣にでできるることってて実はかなり限られてるんです<ー>例えば総理大臣の立場だったら安倍さんでも核シェアリングって言えなかったと思います、うん、総理お辞めになって、はい、在野にいるからこそ核シェアリングも議論しようよという提案ができたいやいやだから提案ができてわざわざ安倍元総理が言われたわけだからそうですねって言えばいいわけでしょただねそれもね国会で言えますかっていうと非核、ね、三原則を見直しするのか と言ってメディアがギャッと騒ぐからそれがそのみんなができましたかって言ったらそれはね岸田さんじゃなくても難しかったかもしれないでもねそこでね、うん、やっぱりそこが平時の,あの最小ですよねまあね有事の最小であるならば今こそしなきゃいけないでしょうと言って論戦を張らなきゃいけないのが有事の最小じゃないですかただ彼の場合はやっぱり核についての、うん、まあいわゆる一般的アレルギーを超えて、えー、もう核は悪 とした上で例えば核兵器全廃を主張すする人ですよね<ー>そうそう彼の政治家って要するに今永田町では岸田さんって何をしたい総理なのかがもうほとんど誰も分からない <laughs> そうなんですかいや僕は全く分かんないわかんないあの彼ができないことは分かります例えば彼はは減税は絶対できない、うん、ああんでだって彼今までの就任後 言動を見たらもう減税のできない総理であるということはもうこれは動かせない事実ですよだって普通だったらトリガー条項を出せばいいんだもんただあれはね1回出すと3か月あるから、うん、はっきり言ったら大体これだけずっと原油高い状態続いた時に例えば丸1年ぐらいはまあ事実上は減税になっちゃうだからトリガー条項はできないから企業に金を出すという。 そのつけ焼き場的なことしか選択できないんですよですも一般庶民としてはですよ、うん、リッター170円とかね鶏ガチョコで170円を超えれば 2> 2、ね、1 7 0円になればできあのなるという話なんだけどもその170円は高いよねとせめて120円ぐらいはずっと推移してきてこの頃140 40円か150円ぐらい入れるわけですよ。やっぱそれは庶民の生活になっていくし今コロナ禍で大変な時にね なんでこれでねあのもうガソリンなんてのはあの営業活動の基本中の基基本本中じゃないですかそこのコストが上がれば上がるほど一般の会社も人々も困るっていうのは分かるんじゃないかなと思ってるんですけどねでそのそで分かってるからあの企業にお金を出すという方策をやったんですただ総理大臣っていうのを選択肢の中でトリガー条項を凍結を解除しますという選択肢を取らなかった うん、ということは、よく言うのは例えば岸田さんは財務省一家の劣等生だから <laughs> 東大三回も怒ってるからその財務省の言いなりなんだみたいなステレオタイプはなかなか私は取りにくいんですね、ジャーナリストだから、さっきのウクライナ情勢で,で。だうん、ただ、今まで総理になってからの彼の選択を見たときには、例えば総裁選のときには金融資産課税と言っていたのに、はいえー、それ今は封印してますよね。も偉いですね本当 これね、事実上11月とか、まあ、予算のやった12月にかけて、えー、やらないという選択をしたんです。ただ、彼の本当の気持ちは総裁選で出てたわけだから。あ増税したいんだと。ということは、トリガー条項というのは事実上の減税と捉えたとすると、増税した人が減税はしないよねというふうに、彼の言動をその記者として分析すると、彼にできない、あるいは極力避けたいのは、恒久減税。 うん、はもうしない、できないやりたくないという総理であることは外然性が高いだからそれはねその例えば核シェアリングについては岸田さんだろうが誰だろうが、えー、これをお率先してリードするというのは総理大臣としては難しい、うん、だけど例えば安倍さんは岸田さんを追い詰めるためにそれを言ったんではなくて、うん、サポートするのも言ったんでしょ えー、国内でこういう意見が全く出なかったら総理はそれを選択することもできない安倍さんというのは長い間自民党の中で最も自分が右で総理をやってたから、はい、自分より保守的なことを言う人がいないから困ったんですよ自分で。でも自分は総理を辞めて岸田さんがまあ一応真ん中からちょっと左にいるとしたら <laughs> 誰かが「核処理」って言ってあげたらこれは例えば岸田さんが海外で首脳会談は今インド行ってるけどそういうのをやった時にも国内でそういう。 保守的なその国防力を上げようよという勢力がいることはそれでもしないから。私は本当に平和主義者なんですとアピールできるじゃないですか。うん、そういう議論が全くないのは、逆に岸田さんにとってはそのカードが減ら減っちゃうだ。国内でそういう声を上げてあげることによって、岸田さんという総理の選択がより強くアピールできるんですよ。 それはよくわかりますけどでも、今のそれは平時だったら全くその通りなんですけど今、有事だから今、ロシアは核兵器の使用も辞さないよというところで脅しながらいろんなことをやってるわけじゃないですかじゃあ逆に言うとそれをチャイナが日本に対してそれをやり始めたら日本がそのそれ対抗手段を持ってないということは日本の抑止力がなくなるということでしょうというかそもそもないんです,ない,ですないんですよだから考え直そうよという議論をしなきゃいけないんですよ。 安倍さん側は当然のことを言ったですだ今ね比較三原則じゃなくて比較四原則になってるんですよ。議論せず議論せず。でそれはひどいじゃんって言って、うんえー、安倍さんサービスをしたんだけど、うん、それは確かに井上さんおっしゃる通り、えー、この戦争がもう始まった中で見直しましょうよという選択肢も総理大臣はあるけど彼はそれはしなかったわけ。 それについては私はがっかりですすよね,っかりですね僕もすごいがっかりですよね、うんうん、いいチャンスじゃないと議論をするのは非核三原則を廃止しますと言えた僕は言ってないんですよ今の段階でねでも議論しましょうよこの機にみんなウクライナであんなことが起こってるんだから日本も国防を考えましょうよっていう議論がこうわっと上がってきていい時期なんじゃないのと思ってるんだけど何もしないっていうのはどういうことって思ってるんですね。 それは岸田さんに聞いてください、やればいいのに、逃げ回ってるわけですよ山本さん、近くにいるのは聞いてく気もしないですね、逆にこれ、比較三原則見直しますって言ったらびっくりですからね、できっこないと思ってたんで、はっきりてそこまで期待感がないのでね、私は。結構冷めてますねというか、ずっと見てきたから、できたらもう脱皮した、もう一皮むけた、ニュー岸田ですよ、今の岸田さん、絶対できない。 だ佐渡金山逃げた人だからその非核三原則なんかできるはずがない、うんうん、だからまあ予想として無理なことを期待しないというまあ私なりの自衛ですよなるほどいや、うん、変に期待しちゃうと、うん、がっかりするじゃないですかがっかりするしねじゃあ,あの今度あ,のあれもそうですかそのあの原子力発電所の再稼働にしてもね一言も言わなくて節電でしょ、うん だから、それはね、一国の総理っていうのは、もう経済安全保障って言ってるわけですよね。うん、今、そのウクライナ戦争についても。例えば、ドイツが、うん、メルケルがどうして民、みんしゅミンスク合意を取りまとめたのかって言ったら。ロシアのエネルギーがないと、冬みんな投資するからですよ。うんうん、だとすれば、原発を再稼働するのが。自民党の政治家であればね、自民党っていうのは。国家のエネルギー政策として。 えー、原発はベースロード電源だという、もうそういう取りまとめをしている政党ですから、はい、これは総理としては、これは再稼働しますということを、再稼働を急がせますということを、一言言うだけですね、まあ、ニュアンスはね、言い方、いろいろあるだろうけど、うんうん、それが責任あるリーダーの姿ですよ、うん、ただ、私、期待してないので、<laughs> <laughs> <laughs> がっかりするから、うん、やればいいのにって、イライラするじゃないですか。はい トリガー条項できません発散原則絶対できません原発再稼働もできませんと思っとけば毎朝新聞読んでもテレビ見てもわいそうだよできない子にね逆上がりができない子に「やれ!」って言ってもできないんだからいやそれはね日本国の総理大臣じゃないですかじゃ この人そろそろ変えなきゃいけないっていうのが永田町では出てきてるんですか出てきてきるんですよ <laughs> やっぱりやっぱりその有事に国を任せられないんじゃないかという意見は実は永田町では出始めてます、ねうん、いやかといってですよ野党にどうのこうのって言うとなしょうがないのばっかりですよねほまあそれはまたち全く違う話になっちゃうので、うん、だからそれをね岸田さんの悪運の強さ あこれですごく上り調子の野党ですごく日本国を守って原発も再稼働するし非核三原則を見直しますという強い保守系の野党だったら岸田さん負けますす、ね、すよよねねででゼロじゃないですか、うん、あの国民民主は、ね、今この頃結構まともなことを言い始めましたけども、はい、まだまだ今までの負の負担が大きすぎて本当かよって僕も思ってるんですけどね。 うんまあ、頑張ってると思いますけどね、僕はね、いや今までに比べぐら頑張ってますよ。トリうか条項を条件にして、うん、あの新しいその野党協議の枠組みを作ったから、今、公明党が慌ててるじゃないですか、そう,だからそういう意味ではね、彼は自分が小さな政党の保守系党首としてできることを、非常にこう、決然とやってるように、私は評価してるんですけど、ね、憲法審査会でもね、はい、きちっと、もう立憲が出ないで出なくてもいいじゃないか、われわれ出ますよ出るじゃないですか。はい、それから予算 野党っていうのは予算にに全面的に反対し,してきたんですこれまです当たり前ですよねそれは変ですよね、うん、有事の時には予算に賛成してもほ他で議論すればいいんだから、うん、でもそれをやったのは実はねすごいことなんですよ永田町的にはいや僕もすごいなと思います予算を人質にとって自分たちの言うこと聞かしてたじゃないですか今まではで彼がやったのは賛成してるから取りや条項を食えという非常に新しい戦略で自民党を攻めてるいい意味でね,いいでねそれはねだからあの 僕らみたいな永田町の住人だけじゃなくて国民の皆さんも玉木雄一郎という人が脱皮してこの国にいい方向にコミットしようとする努力はももっとと認めててあげてもいいと思い思ますすなるほどですね <うん S 1> ちょっと違う目で見てみましょうかね玉木雄一郎さん、今からねなんか蓮舫に泣くな、お前とか言われたのがすごく残ってましてね <うん S 1> 大丈夫か、こいつとか言ってる大丈夫か、この人と思うようなねあれがありましたね <うん S 1> でね。 維新がね今日前回のあの衆院選ではぐわーッと伸びてねすごく期待のを期待できる野党になるのかなと思ったらなんかオーナー素的な存在の橋本さんがなんかこうなんかものものものなんか変な発言してますよね言える範囲で結構ですから <laughs> え、何を言えばいいんですか、うん橋本さんに対して 橋本さんいやまたここであのこういう時はね大体山口さんね答えたくない時にこうやってっていやいやあの、うん、私が橋本さんがこうですっていうのは、うん、評論になっちゃうんですねでいや評論でいいですよ僕は評論家じゃないから橋本さんのこの発言をどう受け止めましたかって言われたら答えられるけど,、うん、るど橋本徹っていう人は一日中ずっとテレビ出ていろいろ言ってるから、うん、それのどの部分に引っかかったのかを言って頂ければ意見が言える。 このごろ、ね、橋本さんが全面的に降伏すればいいじゃないいすかああいうふうな、ね、あの国内戦は僕やる,やる国内で戦争すべきではないと思ってるんですよあの外国の軍隊が地上に入ってく来る前にちゃんと戦争は外でやるべきだと、うん、まだしないのが一番いいんですけどね、うん、でも、入ってきたらそのやればいいとか,なんか本当あ僕も本当あのウクライナの問題は。 えー、ウクライナが絶対,悪い,絶対いいとかねかわいそうだとかいうあれじゃないんだけどもあの人の場合はなんかすごく極論を言ってくる人ことが多くて、うん、ちょっとねなんかせっかく維新がこうなんかいいこと言ってるのかなと思ったら関係のないと言いながらもやっぱり維新の顔みたいな橋本さんがなんかもうすごい足を引っ張ってるんじゃないのって見えてるんですけどね。ただ長田町的にはは、えー、橋本徹さんは えー、維新を作った人だけど、うん、今はその最高顧問なのかな分かんないけどバッチつけてませんしあの首長さんもやってないから維新という塊とはもうかなり距離があるっていう受け止めなんです、うん、ああそうなんですかはいでも一般庶民としては橋本さんイコール、うん、維新という維新イコール橋本さんみたいなイメージが持ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけどね、うん、でそれで私の見方は、えー、彼はも,もはやあまり維新の嫌いなね足立さんとかを叩きまくるけど、うん、それは おっっしゃってる通りある種は炎上処方ですよねでだとすると私はですよ今ウクライナで国家のために身を捨てて戦おうというウクライナの若者がいる時に、うん、逃げろという権利がない、うん、日本人が、うん、これ玉川徹、うん、橋本徹 <laughs> このダブル徹はもうねテレビに出しちゃいかんと思いますよ。なるほどねで でもね私一応こういう自分の意見言わないようにしてんだけど、うん、だったらじゃあジャーナリストとてどうするかじゃあ彼らは何でそれを言わなきゃいかんのだろう、うん、こういう人たちはね例えばコロナの時に PCR 検査をいっぱいやれって言った人たちそうですよ、ね。うん、で橋本徹玉川徹が「武器を捨てて逃げろ降伏しろ」というのは仮説の一つとしては。うん 世界に行くとね、うん、日本人というのは特攻したんだと神風っていう単語は世界中の人知ってますそうするとね、例えば中国日本に向けて1300機ぐらいの核ミサイルを配備済みの国家としては、うん、日本が例えば尖閣沖縄を取ろうと思った時に、うん、彼は一番怖いのは日本の武士道なんですよはい、はい、そうするともし 橋本通る玉川徹が中国の代理人のようなことをしてテレビに出てるのであればウクライナ人も武器を捨てて逃げなさいと言うと中国の人は喜びますよねねなるほど、ねうん、そういう背景がない限り、うん、ありウクライナの方を目の前にしてそこまで言うそのは頭がおかしいか何かの意図があるかどっちか。 まあ、頭がおかしかったらあそこに出れないと思うから何らかの意図があるのかなと私は思います、ね、その意図があるとすれば、うんうん、あれで一番嬉しいのは中国と北朝鮮なんですよ日本人は戦うというスピリットがない国に持ってってほしいわけ、うん、だって狙ってるんだから、うん、台湾を狙ってる、うんうん、それから尖閣を狙ってますって習近平がだって演説で言ってるんだからいやいやそれす日本は戦わずて逃げるべきだと言って。 橋本ドルがフジテレビで言って一番嬉しいのは橋本のカウンターパートにいる中国人だという仮説を私は立てているそうじゃないとあそこまで言ったら日本人からバカだと言われちゃうし言われてるじゃないですかそれでも言うんだけどそれはバカじゃないとしたらそういう背景があることぐらいしか仮説として考えにくいなっていうのは私の整理の仕方だから今ウクライナ,、ね、ナ戦争があってねウクライナ戦争があってもう本当日本は危機だと。 いう危機感がいよりも一番高まってきた時ですよね、はい、その時に逃げろという人たちがいるいや、だからこそあの三原則を撤廃しなきゃいけないんだという人たちもいる、うん、その議論がもっともっと高まっていくべきであるという時にやっぱり岸田さんのなんかこう弱腰というか事な,なかれ主義というのはすごく、ね、頼りないとしか思えないですけどね。 岸田さんがウクライナについて何か間違った発信や選択をしたかどうかというとこれについてって聞いてもらえればあれですけど、うん、その戻ると、ね、例えば橋本徹さんが逃げろという、うん、ウクライナは降伏すべきだというそれから例えば共産党が憲法9条があれば戦争が起きなかった、うんうん、これね簡単に言うと頭のおかしい主張なんですよだっていろいろ破って国際法に違反して戦争をやっている人に。うん その強盗犯に法律で言ってやめなさいって言っても無駄なのが戦争ですよね。はい、ということはこの人たちはね振り返ると例えばオスプレイに反対してた人たちそれから沖縄独立ってていいう本を、はい、橋本徹さんは書いてますおいおこれってよく考えたら要するに琉球は中国の属国だったんだという中国に一番嬉しい主張なんですよ。うん そうすると一気通貫でねさっきウクライナ人は降伏するべきだ武器を捨てて逃げるべきだと言った人が沖縄独立をかつて主張していたということはこれつながってくる,なるほど、ね、というのがまあ私の類、まあ、推類推ししときましょうね、うん、だとするとこれは売国だとというこになる、うん、あ結構言い切りましたね <laughs> だとするとうう <laughs> だとすると 意外と予、ね、予防防線線を張張っってて違うんだったらね、うん、もし長谷間さんこれ見て違うんだったら違うって言ってほしいわけそう、うん、でそういう人がそういうモチベーションを持ってる人を使い続けるっていうフジテレビも売国テレビ局である可能性が出てきちゃうからあ<ー>そこね整理してもらわないと私はもう何んとか見る気もしない、うん、簡単に言うともう分析する気もしない共産党の C さんが救助を言って、うん、まあそれは分かってることだけど、まあ、そっち側の人 だってなんでオスプレイだけ嫌なんですか <laughs>、うん、あれ沖縄から台湾まで無給油で行けるから嫌なんですよそう。それ中国が嫌だからでしょ、うん、じゃあそれは中国の代理人で日本人じゃない<れ>とただの輸送機ですからね、まあ、ただの輸送機じゃないんだけど、まあ、ただの輸送機ないんだけど、まあ、攻撃ヘリですけどいや攻撃ヘリのあれを作るのはそうですけども今導入しているやつは全部輸送ヘリですからねあとはね、うん、彼は一枚の空中給油ができる はいはい、だから嫌なんですよ、はい、だってあそこ戦争になった時に兵隊連れてくるの誰ですかって言ったらそうそうまああのボナム・ディ・シャールとかああいう揚力艦が行くんだけどフェリーってどんどん来るわけでしょだ一番中国が嫌なんです,いなんです台湾有事てい、ね、尖閣有事で一番嫌なのがオスプレイだって、うん、ででもオスプレイに反対した日本人は何なんだろうって言ったらじゃあ中国のまあ売国奴であり<釈>中国の工作員であり中国側を有利にするために 活動しているクズだってことです、うん、だとすればですすよだとすればねいやあのさっき打ち合わせの時にね結構激しいこと言ってて <laughs> これ言うとまずいからってことで言わないってことだったんですけどだとすればという言葉でねだいぶいだそうじゃないことを祈るあやっぱ日本人としてやっぱそうじゃないことを祈るけどもまさか橋本徹さんが魂を中国に売った売国でないことを祈るなるほどですね、まあ、そういうことをねちゃんと加味しながら聞いていただいて。 そしてそうじゃないかなと思いながら今度、またさっきのあの戻りますけど受け止め側なんです僕ら側なんですよ、僕ら側がどう受け止めてどう対応していくかをしっかりと見なければこの日本という国はもっともっと良くならないとそれからこのウクライナ戦争ってああいう人たちの発言ではっきりとこう馬脚を表しつつあるわけです、ねはい、そうですす、ね、そうね橋本さんの周りにいる人たちでやたら中国を擁護する人がいるから、うん、これはファクトなんですよ。なるほど 三浦瑠麗さんって国会で参考人招致された時の,あの動画が出てますけど今きったらびっくりしますよ、うん、そしたら橋本さんと三浦さん三浦さんは抜擢したと言われてるのは、まあ、関係が深いと言われてますね、うん、あの人たちはもしかしたらかなりそういうご縁が深い人なのかもしれないですよね中国とのね。そし 誰が売国土で誰が売国土じゃないですかっていう時にこれ戦争の時に一生懸命発言する人は何かを背負ってる人だから橋本さんはさっきの「あのザプライムの中で中国に頭を下げた方がいいみたいなことを櫻井し子さんにおっしゃって言ってたんですけどそのことに僕もちょっとあぜンとしたんですけどあれね僕も聞,いたん聞き直してみたんだけどあの何言ってるかかわらないんですよでもそれがね僕の仮説でごめんなさいその 非常に中国の例えば総領事とか本土の,あの方とかがと橋本さんが日常的に連絡を取るぐらい深い関係だとすればあの発言を聞いて喜ぶわけですねよく言ったとえ何をどうやって頭下げるのかで日本が頭下げたらじゃあプーチンが戦争をやめるのかよって意味がわからないでも全体として中国人はハッピーですよね。でそううででなないととあんなことをテレビで言うメリットが メリットが橋本さんにないんですよ。バカだと思われちゃうから。それでも言うってことは。よっぽど関係が深いんじゃないかということになってくる。になるほどね。だとすればですよ。ですよね。うん、まあ、これ以上言うとですね。あの、明日、あの、どっか、山口さんの死体がどっかで浮いてるかもしれない。さんよくある話ですかよくある話ですね。はい、あの、あの、山口さんの風味という有料メルマガ、風味で。 フーミーって書いて山口のりって出せばあの検索乗載ってきますんでぜひ有料メールマがあの月1000円ですね僕も買ってますけどもありがとうございます円で僕も出してます、ね、よろしくお願いしますあのそれでですねやっぱ具体的な情報をもっともっと取られればいいし、うん、一番最後に書いてあるのがままた以後,以後続きます生きす生てれば僕はだいて橋下さんもあのプーチンさんもバイデンさんも好き嫌いじゃなくてファクトを書いてるでファクトで分析するのが一応仕事なんでね で山口さんのその本のとこですよ、ねうん、でその手前でまず情報整理しないと、うん、あの NHK みたいな僕は完全に間違ってると思うから、はい、ジャーナリズムではないから、まあ、ちょっと一人でねほとんどもう無力ですけど一応情報を論理で整理しないでプーチンが悪だっていう風潮には少しでもまあさわさわさ人が少しでも増えないと。 日本人の愚民化に行っちゃう、その意味では、日本がちゃんと自立した国家になるべきだという意味では同じ気持ちで、すけどます素晴らしいと思います、これからも微力ながら僕も応援させていただきます、はい、ありがとうございますこの動画をです、ね、見て、ご覧の方はです、ねあのあの、九州わくわくテレビの登録、当たり前ですけれども、また山口さんを応援していただいて、そしてです、ねえー、この動画をどんどん拡散をしていただいて。 こんなに激しい人がいるんだと激しくないです激しくないいやいや激しいですよやっぱりこんなに激しくてです、ね、こ情熱的に日本を愛する人がいるんだとだからね潰されようとしたんだけどもやっぱり本物だから必ずね蘇ってくるんですよ蘇った山口さんを今後もぜひよろしくお願いしますどうもありがとうございました